皆さんこんにちは、朝薙コンサルティング司法書士の加用真里乃です。今日はですね、皆さんにちょっと告知したいことがあります。でここにも書いてあるんですけども、レックですね、資格の大手の予備校のレックでですね、私がですね、実務家講演会という題してですね、ちょっと講演会をやらせていただくことになりました。で日付はですね、11月の25日日曜日ですね。ちょっと時間今調整してますので、決まり次第また改めて告知したいなと思っております。講演会やりますので、ぜひですね皆さんに、来ていただけたらと、思っております。で講演会ですね、これちょっとやる背景なんですけども、実はYouTube とか通してですねご依頼いただいたと言いたいんですけども、近くてですね、私の方からですね、ぜひみんなにですね司法書士の話や魅力とかそういったのを伝えられる機会がないかということでですね、先生に、ちょっと頼みまして、先生の方でこういった機会を作っていただきました。講演会のですね、ご依頼をそこから受けたという形になります。本当に大変光栄でですね、楽しみにしております。で話すことなんですけども、今何話そうかなってちょっといろいろ考えていて、いろいろあるんですけども、一つもちょっとテーマに絞って話したいなと思っております。もしこうね、何か話してほしいっていうことあったら、ぜひコメントをいただけたら嬉しいです。それをちょっと参考にですね、講演会でも話そうかなと思っております。皆様に、来ていただけたら、嬉しく思います。今日は講演会の告知の動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。